こんにちは、こんばんは、ポナーチャンネルです。ポナー、ポナー。本日もプロスペース実況を頑張っていきたいと思います。本日の企画はこちら。はい、ということで、昨日の更新でやってまいりました。2500万ダウンロード突破記念10連福袋ということで、ついに S ランクの選択契約書が来ましたね。いや、もうこのタイミング、完全にそう、今日からエントリーが始まった最強決定戦向けの選択契約書って言っても過言ではないんじゃないでしょうか。リアタイの全国大会もやってるので、まあこの辺あたりかなと思いますが。さあ、皆さんもう引いたんでしょうか。僕、ちょっと昨日ね、ボナールの方の撮影があったんで、ちょっとこれ引けなかったんですが、今回はこちらをね、50年引いていって、選択契約書をゲットして、もうそこからさらにね、もうオーダーに組み込んでっていうところまで今日は行こうかなと思います。最強決定戦今日からエントリーが始まってですね、僕もね、ちょこちょこ育成進めてるんですけど、ここ最近ね、一気に選手が入ったんで、ちょっと試練がね、ちょっと回りきれてなくて、特殊能力が全然上げれてないんですけど、まずまずといったメンバーは揃いつつかなと思いますので、今日はガチャ、そして選択契約書開封、オーダー、最強決定戦オーダー選定というところまでね、やっていこうかなと思います。それでは今日もプロスペ頑張っていきたいと思います。はい、ということで最初はね、ガチャを引いていこうと思います。こちら今回は、10連目に S ランク確定、30連目で自チーム確定、50連目で選択契約書ということで、僕の動画普段見てくれてるね、方ならもう選択契約書はあの選手を取るんだなっていうのはわかると思うんですが、いや、本当にね、この前のね、ミキサーであそこ突っ込まなくてよかったなぁとね、本当に思いましたね、はい。ということでね、まあ見てない人は予想しつつね、見てもらえると嬉しいかなと思います。しかし、4連も来てますね。本、正午の本が今全然足りてないんで、もしかしたら、こっちもね、突っ込んでいく可能性もあるのかなと思いますが、ちょっと、ちょっとね、こればっかりは課金が止まらなくなっちゃう人とか向けなんですかね。僕はちょっとここまではあんま突っ込めないかもしれないですけど、まあ頑張っていこうかなと思います。それではこちら50連引いていきたいと思います。さあ10連目、おっって思ったけど、そうだよね、危ない危ない危ない。いつも10連目確定じゃないから、おーってなっちゃったけどね、確定でしたね。期待しちゃったよ。さあ、ここからは自チームではないんですが、まあ自チームを12分の1の確率で引くこともね、あるので期待しましょう。さあどうだ、おい、当たるか、当たらない。これはでもなんか持ってない自チーム選手のエフェクトらしいですね、当たるっていうのは。コメント欄で教えていただきました。本当かなっていうところはありますけど、うーい、2枚引き来ましたね、来ちゃいましたね、ありがとうございます。2枚受け来ちゃいました。もう最初から来ちゃうんですよね。 A ランクないんか。さあ確定枠、清宮くん、清宮くんめちゃめちゃ当たってるイメージあるな。もう5、6枚当たってるんじゃないでしょうか。という10連目でした。いいんじゃないでしょうか。幸先はいいですね。こういうね、福袋の時って、まあ無課金の人引きづらいじゃないですか。今回なんか特に S ランク選択契約書このタイミングで来るんかと。これは、シリーズ2の選手が確か引けるみたいな感じだったと思うんですけど、まあやっぱちょっと引きづらいかなっていうところありますけど、なんかこうやって S ね、当たるイメージあるんですよね、やっぱ福袋って。さあじゃあ20連目いきまーす。あ、月出てまーす。さあ20連目での S ランクあるでしょうか。なさそうです、なさそうですね。ないですね。せめてじゃあ A ランク、 A ランク渋いな今日。どうした、 A ランク全然出てないぞ。おい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 、ちょっとラスト本崎選手、 A ランクは渋々ですね。まあまあいいでしょう。ここは自チームを狙っていく回なんでね。さあ3回目自チーム選手、もちろん巨人で引きますけども、まあここで僕が選択で狙ってる選手出たらちょっと悩んでますね、逆に。さあ誰出るでしょうか。あの演出が出ないね、あのファンみたいなやつ、あれ1回しか見たことないんだけど俺。足が青くなりますからの、当たるかな、当たんないか。やっぱ当たるのは持ってない選手の演出なのかな、そういうことだと。
お、いいね、1枚目から A ランク来ました。お、いいね、いいね。おー、自チームいいね、ウィーラー選手。ウィーラー選手持ってないからね、しかもストライクも持ってないんだよね。でもさあ、ということでここ重要です。30連目自チーム選手持ってないとこ抜けたらめっちゃでかい。かなり もうね、ミキサーでも揃っちゃってるんで。さあ、どうだ。うん、大城選手フェスト9タイトルホルダーの、大城選手を持っているので、この大城選手はまあミキサーか、まあ、ミキサーはもう多分シリーズとしないので、まあ来年以降の餌になる可能性は高いですね。はい、じゃあということで50連目に向かっていきましょう。40連目ですよ。お、レッツゴー。レッツゴーからの白文字は確定。白じゃないね。この辺がちょっとよくわかんないですね。覚えきれてないとこですね。覚えきれてないうちでもう終わっちゃうんですけどね、今年ね。おいっと。いやー、自チームの A 抜けたらいいかなぐらいでいきましょう。うん、いいよいいよ。お、いいよ。おー、いいよ。出ました。ほらーほら出たー。やっぱ福袋って当たるんですよね、イメージですけど。ラスト森本選手来ちゃいましたね。ジョーンズ選手来ましたね。さあ、ということで、ラスト50連目です。選択契約書をもうゲットするつもりで、これで S が当たったらラッキー、自チームの A が当たったらラッキーぐらいの気持ちでいきましょう。さあ、どうでしょう。演出的には、おお、あ、上がらなかったか。さあ、どうだどうだ。いやー、A ランクが来てほしい。あー、来ないか。来なかったですね。さあ、50連ラスト。騎手選手。ということで、最後は A ランク1枚でしたね。まあ、選択契約書ね、取るためのガチャなんでいいんじゃないでしょうか。移動する。はい、ということでね、契約書一気引きのために今貯めてて、まあ実際ね、最強決定戦目指すならこれもう引いちゃってもいいと思うんですけど、まあ、グランドオープンまで一応やっぱ待とうかなと思います。自チーム契約書とかもね、あるんだけどね。まあ、最強決定戦ガチる人は普通引くんすけどね。ちょ、僕は、まあ、動画のこともあるんで、残しておきます。さあ、ということで、選択契約書引いていきましょう。皆さん、誰を引くと思いますか？まあ、僕の動画ね、見てくれた人はもう分かってると思うんですけど。さあ、予想はできましたでしょうか？それでは引いていきたいと思います。さあ、もちろんジャイアンツですよ。はい、ちなみに僕は持ってない選手はこちらになってますね。はい、誰でしょうか。はい、そうです、中川選手。まあミキサーの時も言ったんですけど、中川選手だけあとちょうどね、メインオーダーに入っててシーズン2にできてませんと。もう完璧ですね。もうここで選択契約書来ると思わなかったわ、本当に神です。さあ、ゲットしましょう。ありがとうございます、中川選手。ありがとう、ありがとうございます。それではね、ちょっとオーダー、最強決定戦に向けたオーダーをね、まあ、最後軽く見せて終わろうかなと思います。はい、野手はこちらですね。まあ野手ね、まあ野手はまあほぼほぼいいんじゃないかなと思います。すごい悩んでることが結構あって、最強決定戦ってまあ何回も言うんですけど、スピリッツ重視なのか能力重視なのか、こう人によって言ってることが違うんですよ。で、なんか能力重視なのかなと思いつつ、スピリッツ重視にした方が勝ってる時も多かったり、なんかこれはね、ちょっとわからないので、ぜひ皆さんの意見をね、コメントしてってください。もしスピリッツ重視だったら、大城選手をね、キャッチャーにした方がいいし、まあ3400で言うと、スピリッツが3400なの吉村選手とかね、入ってるんですけど、これをじゃあ松原選手ね、マックスにした方がまあいいし、3400で言うと結構いるんですよね、ちらほら。で、投手陣ですね。で、投手陣はこんな感じなんですけど、3400なのがここの山口選手と中川選手。ただ中川選手は今引いたので、まあここにね、入ってきますね、中川選手は。まあここは継承させましょう。ってなると、もう3400のスピリッツなのは山口選手だけなんで、まあこれはいいんじゃないかなと思います。まあ江川選手とかね、引けてたら、本当はオール3500以上で揃えられてたんですけど、まあちょっとここら辺はね、もう課金との兼ね合いなんで、まあ僕にできる精一杯はこれかなと思います。
こんな感じでね、ちょっと、まあ、ベンチ内にも一応3400の、ね、選手たちは揃っているので、まあ、この辺ね、ちょっと見ながら入れ替えとかはね、途中でやっていくかもしれませんが、まあ、こんな感じのオーダーかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあもう今回は中川選手取るためにね引いてたので、これは、この結果はねもう良しとして、受け止めていきたいと思います。次回ですね、最強決定戦に向けて一気に、称号チャレンジの方をねやっていきたいと思います。称号チャレンジなかなか動画にしてないんですけど、もう一気にねやろうかなと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。試練もねもうできるだけギリギリまで回って、できればね360、特殊能力360ねしたいかなと今のところは思ってます。間に合わなかったらまあもうしょうがないですね、突入しますそのはい、ということでこの動画いいと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。チャンネル欄でこの通知ボタン押していただけたら、動画があったらすぐに通知が飛んでいくので、そちらも押してください。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。